はこの懐かしいお菓子ねるねるねるねを買ってきました。味はぶどう味でカラフルなキャンディーチップ入りです。カルシウム入りで保存量合成着色料はゼロです。この作り方を見ながら作っていきます。はい、開けていきます。こちらも開けていきます。中にはこの袋とスプーンが入ってます。ちゃんと袋に入れる順番が書いてあります。この容器がこんな可愛らしい感じになってました。まずこちら切り離していきます。ここに水を1杯分このくらい入れます。一番の粉をこの丸い方に入れます。入れていきます。先ほど注いだ水をこちらの粉を入れていきます。では入れていきます。混ぜていきます。どんどん色が変わってきました。お、ぶどうらしい色になってきましたね。こちらは完成です。最後こちら3番目の袋をこちらの隣のトレーに出していきます。では出していきます。キャンディーが出てきました。では完成したので食べてみたいと思います。まずこちらをこんな感じで取って、隣のキャンディーをこんな感じでつけて、では食べてみたいと思います。食べてみたんですが、香りはちゃんとグレープの香りで、こちらだけで食べると少し酸味があって酸っぱい感じなんですけど、こちらの飴をつけて食べると飴が甘いので食べやすかったです。このお菓子は小さい頃食べて以来久しぶりに食べたんですが、懐かしい味でした。以上、ねるねるねるねのぶどう味の紹介